こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です、えー。昨日ね、ワールドファーストのオーストラリアセミナーに参加してきました。これね、えー、まあ、そんなに派手に広告もしてなかったし、まあ、そこそこ輸出をやってる人にまあ半ば招待制みたいな形でね、えー、告知されてたセミナーなんで、まあ、会場来てた人はまあ、輸出、 経験者とかベテランが多かったはずなんですけど、まあ、それでも、まあ、まだまだ日本の皆さんにとって、まあ、オーストラリアは未知の世界なんだなと再確認できました、まあ、ちなみにねオーストラリアは過去26年間不景気知らずとすごいですねずっとプラス成長が続いてるわけですね、まあ、こんな国は世界中探しても他にはないと思いますまあ、日本では考えられないチャンスが広がってるというのをね再確認しましたでまあ 始まって割と早い段階で、まあオーストラリアのワールドファーストからね、オーストラリアをどれぐらい、まあ、会場の皆さんご存知かということで、オーストラリアで一番有名なビーチはどこかという質問がありました。まあ会場の答えはね、まあゴールドコーストとか、まあグレートバリアリーフというような答えだったんですけどね。まあ、えー、回答はまた後ほどね、お話し,しますけど、 ま,あまだまだやっぱりね、えー、オーストラリア知られてないというか、えー、分かってないんだなというのを再確認しましたね。そして、まあ、セミナーを開催するにあたっての日本とオーストラリアとの考え方の違いも再確認できました。でセミナーの内容なんですけどね、まあ主に Amazon、オーストラリアについての話でした。まあ、当たり前ですね、えー。だから遅いってきたわけなんですけど、で内容は次の通りね、ねオーストラリア、Amazon での販売について、アカウントの登録、 GST の登録、IOR、また a c p 制度について、FBA の利用、オーストラリアの配送事情、オーストラリアにおける売れ筋カテゴリーというような形でね、あとオーストラリアアマゾンのポリシー、それからオーストラリア購入者の性質、返品率とかね、いう形の話でした。で先ほどの、ね、オーストラリアで一番有名なビーチなんですけど、これシドニーにあるボンダイビーチと。 ね、日本人にはゴールドコーストが有名ですが、ボンダイビーチの方が来場者数ははるかに多いです。ねまあ、日本でこそゴールドコーストって有名ですけどね、えー、クイーンズランドにある、まあ、寂れた田舎のビーチに、えー、ゴールドコーストと、ねえー、おそらく世界一素晴らしいネーミングだと思うんですけど、名前を付けて、まあ、中国とか日本の人がね、えー、たくさん来るようになったと。韓国の人も来てますけどね。まあ、ただ正直、 えー、オーストラリアでね、シドニーで、まあ、ゴルフ仲間とかいますけど、ゴールドコースト行ったってのはあんま聞いたことないですね。まあ、例えが適切かどうかあれなんですけど、まあ日本人でもね、まあビーチって言うとね、えー、やっぱりね、沖縄とかね、ハワイとか、えー、辺りを浮かべると思うんですけど、で、実際沖縄とかハワイは行ったことある人、余裕のある人はそこそこ多いと。じゃあ熱海行きますかってことなんですけど、まあ多分熱海はあんまり行かんかなと。 行ったことない人も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、オーストラリアで、まあ、都市部に住んでて、えー、裕福な人の感じだと、ゴールドコーストーそのぐらいの位置づけのビーチという感じです。まあ、サーフィンやる人は別でしょうけどね。で、日本人が知ってるオーストラリアは、まあ、ケアンズとゴールドコーストと,と。ね、まあ。これ、えー、日本がこの北にありますからね。えー、このケアンズと。 ゴールドコーストこの辺で止まってると。で実際オーストラリアの中心っていうのはね、このシドニー、そして第2都市がメルボルンなわけですから、まあ、ここまでやっぱね、えー、気持ち的にも行動的にも到達してないんだなと。ねえー、オーストラリアの中心であるシドニーと第2都市のメルボルンには行ったことすらない人がほとんど。これじゃあ、まあ、儲かる商品が見つかるわけもないだろうと、えー、再確認しました。 なぜかというとね、オーストラリアアマゾンには結構な数の日本人参加者がいるのに、まあ、今一つな品揃えとカタログである理由も再確認できたと、ね。もうちょいね、ちゃんとカタログ作るとか商品選ばねえかなという感じなんですけど、まビ、あ、ルからにぶっつけな感じでダイソーの商品とかね、US からツールで引っ張ってきたのか、まあ、なんかそんな感じ。 ねえーまあ、今のアマゾンの、えー、リコメンドシステムが稼働してないアマゾンのシステムだと、まあ、正直売れなくて、えー、当たり前の商品しか並んでないと、まあ、なんでかなと、ね、い,ういう気がしたんですけど、まあ、私は指導人に住んでたんでね、まあ、オーストラリアは割と知ってますし愛着もあるんですけど、まあ、ほとんどの日本人とってねオーストラリアに、ね、入り口のこのさび、えー、れたリゾートしか行ったことないとね。ね でオーストラリアのこの26年間景気良くて、金あるやつがどんだけ金あるか、オーストラリア人がどんだけ金遣いが荒いか、オーストラリアにどんだけ物がなくて高いか、まあ、この辺のことを知ってる人が全く参加してないんだなというのがね、わかりました。まあ、そんなわけでね、まあ、やっぱ商品探しも、えー、日本人のカタログに相乗りしたんだとね、えー、これはもうちょっと、えー、効率が逆に悪いんで、まあ、基本的に、えー、探して、 カタログ作るというような形でね、出していく方がいいなというのをね、えー、つくづく思いました。まあ本当の意味でのね、ブルーオーシャンであるオーストラリアは、まあ日本やアメリカと違って取引実績が少ないです。まあそのためにオークファンやツールなどに頼ったデータ分析では儲かる商品が見つけにくいと。 今ね、まあ、転売とか輸出とかやってる人はほとんどやっぱツールに頼って探してるとかデータ分析して商品持ってきてるとかね、そういう形でやってますんで、まあ、このデータがない場所の取引、で、ましては現地も行ったことないと、ね。えー、物価も何があって何がないんだかもわかんない状態だと、まあ、これは探せなくてやっぱ当然だなという気がしました。それからね、会場でまあ失業等があったんですけど、 まあ質問聞いててもね、えーまあ、全く分かっちゃいないなというようなものがね、えー、つくづく感じられました。でしかも、ね、当たり前ですけど、まあ、質問がちょっとね、えー、聞く相手と質問方法がどうかなという感じだったんで、まあ、明快な答えが得られなかった質問がほとんどです。まあ、この中で、ねえー、気になる質問があれば、まあえー、先行して解説動画作っていきますんでね、えー、ご質問ください。 まあ会員の方には必要な情報はね、えー、こうやりましょうというのは、まあ、質問のたび、あるいはサポートをメールマーカーで流してますんで、まあ、特段気にする必要はないんですけど、まあ、ただね、えー、中には、あ、これ気になったけど、聞いてなかったというのがあればね、お気軽にご質問ください。まあ、質問があったらこんな項目で、アメリカや日本など他国のアマゾンとの関連性と、US アマゾンや JP アマゾンでアカウント削除されたら、オーストラリアアマゾンも削除されるのか。 まあ、オーストラリアの輸出、ね、税関について税関で引っかかりやすい商品はあるのかオーストラリアの税関をスルーできる商品金額はいくらまでかというような質問が、ね、ありましたそれからオーストラリア、ね、アマゾンで販売に有効な、えー、広告方法アマゾンスポンサー広告は有効かそれとニュージーランドでの越境 EC ねニュージーランドで圧倒的に強い販売サイトはどこかニュージーランドが世界一の普及率を誇る商品ジャンルは何かと というような質問もありましたね。あとは税金のこととかもありましたけど、まあ、税金はね、えーまあ、法律の関係であんと詳しく解説するわけにもいかないですし、まあ、原則ね、えー、儲かりは取られるもんだし、儲けなきゃ、えー、取られないというのが原則なんでね、まあ、そんな儲ける前から気にしてどうすんのかなといつも思うんですけど、まあ、税金の問題ってなんかね、えー、心配される方非常に多いですね。まあ、そんな感じで、えー、オーストラリア、ね、アマゾンでの えー、販売方法、ねえー、質問と言ってきましたけど、まあえー、皆さんの理解度を知るにはいい機会だったと、まあ。ただ申し訳ないけど、このセミナーを聞いて、えー、そのまま参加できんのかな、まあ。逆に鵜呑みにして参加したら、無事、えー、アカウントが維持できて儲かるのかなというのは、ねえー、感じました。 まあまあそういう状態じゃなきゃね、私はこうしてサポートする意味もないんで、やっぱりオーストラリアね、えー、サポートなきゃこれ儲けられないし、まあ非常にね、えー、儲けるチャンスだし、私もサポート頑張らなきゃなというね、えー、思いを強くした、昨日のこのワールドファーストオーストラリアセミナーでした。また、ご質問とありましたらお待ちしてます。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。